はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではクロノトリガー、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、シルバードに乗ってね、久々に現代に戻りまして、今までね開けられなかった封印されてる宝箱みたいなのを、回収して回ったんですけれども、その途中でガルディア城にね寄ってみたんですけれど、なんかマールとね、お父さんの王様ですね、2人の関係がこうかなりね険悪なムードになってしまったんですけれども、ちょっとね現時点では修復不可能な状況になってしまったんで、とりあえずね、この時の最果てに戻ってきたところで、前回は終了したんですけれども、今回はですね、またこのシルバードに乗りまして、中世ですね。確か中世にも封印されたね、宝箱があったと思いますので、今回はね、この中世に向かってみたいと思います。この時代に帰ってくるのも結構久しぶりですね。ここが魔眼窟でしたっけ？そうだ、フィオナの小屋。確か前回このフィオナっていう人が、砂漠をなんか緑化したいみたいな話があって、結局それが叶わないままね、なんか死んでしまったっていう話聞いたんですけれども。あれ？誰かいますね。兵士として魔王軍との戦いに出ていた夫のマルコが帰ってきてくれました。あ、帰ってきたんですね。私。安心して。これからはずっと一緒だよ。なるほど。動かせますね。何を植えてもすぐに枯れてしまう。砂漠のどこかに住み着いたモンスターの仕業なのです。ほう。代々伝わる不思議な力を持ったこの苗木を植えれば、この砂漠を緑の大地に戻すこともできるのですが、砂漠洞窟にモンスターが巣っていて植えることができないのです。ああ、なるほど。結局なんかこの願いが叶わないまま、亡くなってしまったっていうね話でしたね。砂漠洞窟に巣ったモンスターたちは水に弱いようです。しかし僕の力ではあのモンスターを倒すことは。水に弱い、砂漠の敵は水に弱いと。なるほど。なんかありますね。地底砂漠。これは確か前に来た時はなかったですね。ちょっと行ってみましょうか。こっから入ってくのかな。いきなり宝箱らしきものがありますが、ラピスって何でしたっけ。全員ヒットポイント200回復。なるほど。いきなり戦闘かな。サンドラゴ、ララカルゴ、水に弱いって言ってましたね。うわ、120もダメージ食らうんですね。237のダメージ。水の魔法。あ、強いな。ララカルゴ。よし。経験値が1400？カエル君レベルアップ。マールもレベルアップと。なんかダメージが異常に高いな。
とりあえず技で回復しましょう。あ、また戦闘ですね。あ、いっぱい来ちゃいましたね。サンダガは効くのかな。単体ですもんね。単体はまずいな。あ、それなりに効きますが。今いくつくらいました？相当くらいましたね。見えない。200ぐらいダメージ食らってるのかな。まあ、とりあえず戦っていきますか。どのくらい食らうのかな。うわ、286。これは明らかに場違いかな。うわ、230。黒ので230食らうんですね。これはちょっと今のレベルではきついですね。これは後回しかな。もうちょいレベル上げないときつそうですもんね。まあ、一応回復をして、この階段は、あ、出られましたね。これはちょっと今のレベルではきついんで、ちょっと保留ですね。まあ、今後行くことになるのかどうかっていうのは分かんないんですけれども、とりあえずちょっと今のレベルではきついですね。宿屋さん泊まりましょう。宿泊まるのも久々ですね。まあ、なんとかね、フィオナの願いを叶えてあげたいですが、ちょっと現時点では無理かな。お兄ちゃん無理しちゃって、僕もこの鎧を着て魔王と戦うんだ。あ、倒れちゃいましたね。重い。お店は前に寄った時と一緒でしょうかね。パブ、以前変な魔物が酒を飲んでいたことがありましたっけな。リーネ様がどうしたの、グランドリオンがどうだのと一人ブツブツ言いながら。ありゃほんと薄気味ごほごほほ。いや立派なカエル様でしたな。末は勇者か大臣か。まあ、目の前にいますからね。セリフは以前来た時と一緒かな。私もささやかな自分の夢を持ってるのよ、あの子のいいお母さんになれるかしらと。最近タータのやつ結構真面目に頑張ってるみたいなのよ。あいつもちょっとは成長したのかな。なるほど。なんか船乗りになりたいみたいなことを言ってたような覚えがあるんですが、何でも魔王を倒したのは間抜けなカエル男なんだってね。そんなやつにやれるのなら私がやればよかったよ。いや本当に目の前にカエルくんいますけどね。ここかな、タータの家。お、いますね。いや、せがれが勇者だってんで舞い上がっちまってお恥ずかしい。死んだカカアのためにも俺もせがれも地道に行きますよ。それがいいです。父ちゃんだって俺も勇者を育てた親父飼って鼻高々だったくせにさ。なるほど。あれ、あの例の宝箱がないな。なに、わしの孫じゃぞ。タータは
こんなことではくじけんよ。わしにこっそり教えてくれたよ。次に目指すはスーパー伝説の船乗りスペシャルデラックスとな。ファファファーと、うん、やっぱりタータが定期船を作ったんでしょうかね。村長の家は、おお、子供早いな。ハイパー干し肉があればすんごい料理が作れるんだけどね。あ、ハイパー干し肉は現代の、あ、宝箱、現代の巻貝亭でしたっけ、あそこで買えましたね。ペンダントに反応して中のものが光り出した。中身を取り出しますか。あれ、こんな選択肢は前回なかったんです。前回というか現代ではね、なかったんですけれども、うん、はい。あ、ブラックベスト、ブラックベストは前回手に入れましたね。こっちは、あ、ホワイトベスト、なんだろう、アイテム、人数分というかパーティーの分だけもらえるのかな。あ、ありますね、ホワイトベスト、ブラックベスト。私タータのお嫁さんにしてもらうの。うん。フィオナさんは緑を愛する美しい心を持っています。夢が叶えばいいのに。うん、そうですよね。なんとかね、叶えてあげたいですが。デナドロ山の東にある山はマガン窟と呼ばれておる。あそこに行くと背筋がゾッとするんじゃ。うん、セリフ一緒ですね。タータはしょうがないわね。でも憎めないのよね。うん、まあタータはどうでもいいとして、このフィオナさんですね、まあ結局夢は叶わないまま亡くなったみたいなね話を現代で聞いたんですけれども、うん、ちょっと今は保留かな。ここをなんていう町でしたっけ。あ、サンドリノ、行ってみましょう。見よ、剣を手にしたかの伝説の勇者を。ああ、一度でいいからそんな風に言われてみたいな、私も。うん、何が偉大なる探検家じゃ。大嘘つきのトンチキメが。頼んだものは見つからぬし、前金は使っちまっただと。とんだ食わせもんじゃわい。これはなんか伝説の防具かなんかの話でしたね。悪い魔物を立派な勇者様がやっつけてくれたんだってさ。わーいわーい。まあ、一応中世の世界は平和になったのかな。サンドリノ村の、サンドリノの村長の家だよ。やっと平和が戻ってくるんだねーと。魔王の手下の3人組、あいつらまんまと逃げおおせてどこかの島に隠れてるって話だよ。この世から悪いものがいなくなる日はないのかね。マヨネーとかソイソーとか3人かな。ようやく平和な時が戻ってきそうです。これも皆勇者様のおかげです。勇者様万歳、ガルディア王国万歳。まあ一応でも平和に暮らしてるっぽいですね。橋の様子は、あ、兵士がいますね。魔王がいなくなってしまったので魔王軍はチリチリになったようです。なるほど。修道院、何か変わってますかね。お、
シスターいますね。この世界に止まない雨はありません。どんな夜にもいつかは終わりが来るんです。なるほど。本当に大切なのは自分の愛するものを信じて最後まで諦めないこと。あなたのことを大切に思う人がきっと世界のどこかで見守っていてくれますよ。なるほど、いいこと言いますね。あ、でも前に来た時はなんか怪しかったんですよね、この修道院。大丈夫なのかな。じゃあトルース行ってみますか。グッズマーケットは品揃え一緒かな。一緒ですね。民家。話せないな。勇者様のおかげで平和が訪れて、リーネの金も王様に献上できたし、いいことねえや。ガルディア万歳。もう飲まずにはいられねえ。結局飲んじゃうんですね。平和の足音が聞こえてきましたね。なるほど。まあおそらくルッカのご先祖様。よかったですね。宿屋さんは？ガハハハハ、めでてえな。こんなめでてえ日は飲むしかねえで。この時代の人はしょっちゅう酒飲んでますね。この平和が末永く続くようにとの思いを込めて広場を作るって話だ。何でも王妃様の名前を取ってリーネ広場にするらしいぜ。ああなるほど、それで広場ができたんですね。なるほど。何でも王妃様の名前を取ってと一緒か。うおー、俺は猛烈に感動しているぞ。勇者様万歳。ガルディア万歳。すごいびっくりしてましたね。一瞬びっくりしちゃいましたが。あ、この親父さんとは話せないのかな。あ、ありましたね。これは取っちゃっていいのかな。まあ一応はい。ブルーベスト。ブルーベストも持ってますね。とりあえずこんなもんかな。裏山には確か何にもなかったような覚えがあるんですけれど。あ、戦闘になっちゃいましたね。まあおそらくあっさり倒せるでしょう。さっきのあの地底砂漠でしたっけ。あそこはちょっと気になりますけどね。あ、何もない。今行くのはちょっと無理かな。あ、そっか、切り替わったから戦闘になっちゃうのか。ジャリバード、懐かしいですね。あとはガルディア城かな。魔王の城も気になりますけどね。ではガルディア城行きましょうか。現代のガルディア城にはね、いっぱい宝箱あったんですけれど、このキラキラしてるの一回もなんか取れないっていうか、うまく取れないんですよね。確か初めて中世に来た頃、ここら辺でね、あのレベル上げしてたんですけれども、未だに取り方が分かんないですね。カエルがウォータガを覚えた。あ、なんか覚えましたね。技ウォータガ。
あ、敵全体に水魔法。いいですね。これかな。敵単体に特大つらら攻撃、水。うん。水の魔法。ガンガン覚えますね。あ、でも、水の魔法は、マールも使えるんで、なんか違う属性の魔法が使える人の方がいいのかな。ルッカとか。そこら辺もよくわからないな。あ、この先行き止まり。ここにありますね。お、明るい。あ、スピードカプセル。スピードカプセルは、回るかな？素早さ9。うん。一応、回るに使いましょうか。今、クロノが、素早さが星2つになってるんですけれども、この状態が確かマックスとかチュートリアルで言ってたような気がするんですが、これ以上は伸びないのかな。で、ガルディア城。お、待っていたぞ。さ、王の元へ。まったくラッキーだぜ。魔王を倒しまうなんてな。あれ、でもセリフは一緒かな。魔王を倒した後にガルディア城確か寄りましたよね。怪我を負った兵も皆回復しました。うん。お休みになります。別に、宿屋に泊まんなくてもいいのか。ほらほら、みんなもう治ってんだよ。いや、優しくして。どうしようもない人ですね。上は行けないですもんね。まあ、王様のところも気になりますが、まあ、例のコックさんのところをですね。騎士団長と料理長、やっと認め合ったんですよ。まだ照れてるみたいだけれど。なるほど。誰もいませんね。はい、いたいた。すごい料理にはやっぱすごい名前をつけなきゃね。うん。あんまりすごいんでいつ完成するか。あれ、でも肝心の料理長がいないな。うちの人が考えたすごい料理を研究中なんだよ。あれ、料理長いませんね。で、これはなんだ？あ、エーテル。ここにあった宝箱はずっと見逃してたのかな？初めて気がつきましたが。あ、二人いますね。あれ、でもこんなシーンはちょっと初めて見るんで。あれ？やっぱり魔王を倒した後は、ガルディア城には来てないのかな。まあ、いっか。魔王軍に打ち勝ったのは我々の団結と、そして何よりもクロド殿たちのおかげ。帰る。お主もしや。いや、そうに違いない。お主に騎士団長を任せようと思うのだが。よしてくれ。柄じゃねえ。かっこいいですね、カエル君。なに、おめえらのおかげよ。俺は料理しただけだ。魔王軍への勝利を祝う料理を考えてんだ。ゴージャスなやつをな。おう。なに、ハイパー干し肉？あいにくと材料がな。第一、波の人間には強烈すぎっぞ。あ、
そうですよね、このハイパー星肉のせいで、あのマールと王様がね、険悪なムードになっちゃったんですよね。なるほど。クロトン殿には孫の代まで感謝いたしまするぞ。この時代の大臣はいい人なんですけどね。お、生きておったか。そなたらのおかげで我々は救われた。大きな犠牲もあったが、これからは騎士団長、料理長ともにこの城を、いやガルディア王国を盛り立てて行かねばな。何かあったら力になるぞ。ありがとうございます。帰る。ご苦労であった。お前の働きこそ騎士の名にふさわしい。私のようなものにもったいないお言葉。あ、これだけ。帰る。やはりあなたもクロノたちと一緒でしたか。よくやってくれました。あなたは何はばかることなくこの城にいていいのですよ。そのお言葉だけで十分でございます。カエル君かっこいいですね。あ、そっか、魔王を倒した後はそのまま原始時代に行ったんですよね、確かね。ゼナンの橋が破られていたらこの橋も、この城も壊滅したでしょう。そうですよね。そういうことは、魔王を倒した後ガルディア城に来るのは初めてですね。魔王城から出てこないと聞いて、てっきり。なるほど。そうだ、今思い出しました。その後の顛末を見届けてなかったですね。あ、箱ありますね。中身、まあ取り出しましょう。レッドベスト。こっちは何でしたっけ。王様の部屋かな。誰もいないと。あ、そりゃそうですよね。王様下にいましたもんね。あとはマールがお世話になってた部屋かな。箱はないですね。ない。ない。あれ、思った以上に箱がないな。誰もいませんね。あれ、じゃあ中世はとりあえずこんなもんかな。あと行ける場所もそんなにないですもんね。セリフが変わらないですね。じゃあガルディア城出ましょう。そっか、もう一回森を抜けないとダメか。まあ、シェルターだけいただいて帰りましょうか。よし。あ、っていうか敵はもういないのかな。じゃあ魔岩窟行ってみましょうか。行ってみましょうか。敵は、あ、箱ありますね。マジックリング、マジックリングはアクセサリーかな。なんかいっぱいアクセサリーありますね。魔力プラス6。あ、敵いますね。抜けられないかな。よし。あ、この兵士、相変わらずというか
まあ、ここで力尽きてしまったんですね。じゃあ、あれ、魔王の城入れませんでしたてっきり行けるのかなと思ったんですけれども、行けませんでしたね。あれ、じゃあマヨネーとか、あの手下3人組はここにはいないのかな。なんかどっかの島にいますよなんて誰か言ってましたが、ここではないんですね。なるほど。あとはデナドロ山、まあ一応、あ、敵いますね。今30分ぐらい。まあさーっと行っちゃいましょうか。そっか、魔王城は入れなかったですね。なんかあそこにも謎の箱があったような覚えがあったんですが、ちょっと記憶が曖昧です。まあ、さーっと行けるところは行きたいんですが、オーガン、あ、確かオーガンはこの武器を燃やさないとダメなんでしたっけ。あんまり効かないですね。62、まあご了していけるかな。それでもうすっかり道を忘れておりますが、まあそんなに複雑な作りではなかったような覚えがあるんですよね。まあ、なるべく余計な戦闘は避けましょうと思ったらなんか来ましたね、フリーランサー、懐かしい。まああの頃とはだいぶレベルも違うんで、ささっといけるかな。まあぐるっと回って何もなかったらすぐ出ましょう。まあ一応技、効きますかね。あ、やっぱり燃やさないとダメですね。なんとか13かダメージが低いな。まあご了承しちゃいましょう。あれ、こっちでいいのかな。あれ、なんか違ってるような気がしてきましたね。まあ戦いましょうか。フリッサーは普通に物理でいけるかな。よし、ふう、出ましたね。何にもないかな。まあ、3体いるんで、ケチらずに3打が使っちゃいましょう。確か今 MP が4分の1になるアクセサリーをつけてたと思いますので、まあ、ささっとね、行けるところは行っちゃいましょう。あ、しまった。こっちかな。で、あいつは無視。あ、気づかれた。しょうがないですね。
マクロノとカエル組んでいけるでしょう。それでこっちかな、なんか不思議な生物が、あ、いたいた。山はいいよねーと。これ確か何回か喋ったら、あのアイテムを前くれたんですけれども、もうこれ以上は無理かな。でセーブポイントがあって、もうちょいで山頂かな。おお、なんか投げてきてますね。これは気づかれたくない。よし。あ、そうだ、ここでグランドリオンをね手に入れたんですよね。特に箱もなしと。じゃあ出ましょう。これで脱出してきて、うん、ま、だいたい中世は回ったかな。あ、カエルくんち、カエルくんちがありましたね。何にもなかったかな。なんもないですね。特に調べられるものもないかな。うん、これでじゃあ中世の宝箱の回収は OK かな。まあ多分 OK だと思うんですけれど。まあ気になるのはこの地底砂漠なんですが、まあ現時点ではちょっとね無理っぽいので、とりあえず保留にしておきましょう。じゃあ時の最果てに帰りましょうか。まあ前回と今回とね、そんなにあのストーリーは進んでないんですけれども、次回ですね、あのジールでしたっけ、その翼で今一度行ってみてはどうかな、その古の魔法の国にな、ということなんで、まあ次回ですね、あのジールに向かってみたいと思います。で、今回はここでセーブをして終了しましょう。ここかな。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、権現でした。